ちゃん、あっちゃんです。今日のあっちゃんの、晩ご飯の後に出たタイムは、イタリアマロンのシュークリーム、濃厚大人の味わい、モンテール、イタリアの栗のシュークリームです。はい。ほんまか。ほんまにイタリアの栗な。ホイップクリーム、牛乳、卵、砂糖、小麦粉、加工油脂、白製、ね、白生、何やろそれ白生って、で、あん、栗、練乳、マーガリン、洋酒、食塩、どこにもイタリアとは書いてないんだけどね。イタリア南マロンと、イタリア南じゃ、イタリア産マロンと高級ラム酒、ディロンで濃厚な大人の味わいに仕上げました。オータムスイーツ、いただきましょう。ほんのり栗のね、ほんのり栗な香り、いい香り。ではいただきます。もっと甘いか思ったら甘みがすごい、この感じ、上半、大人な甘さ。栗が効いて、すごい美味しい。美味しいね。イタリアの栗。カスターニュ、お菓子よね。イタリアマロン、マロンは英語か。カスターニュカスターニュって昔奈良テレビで変なコマーシャル撮ってん。カスターニュ、大人の集いカスターニュ、言うてプリやったのかちょっと笑おう。イタリアンカスターニャ、マロン買うわね。マロンって英語か。マロンって何語だ。マロンって栗じゃない。マロンっていう言葉なんやって。マロンって茶色っていう意味やねんってみんなマロンって言うと恥ずかしいで。栗は英語で、なんて読むんだろう。ちょっとこれ翻訳してみよう。こういう時には Google 先生、 Google 翻訳。栗、
英語で Chestnut イタリアン Chestnut、はい、でフランス語で Chestnut、 フランス語でシャテニエ、シャテニエもちろんさっきイタリア語で出たのがカスタニエ、カスタニエ他何かいる？スペイン語カスタニオ、カスタニオじゃあいろいろスウェーデン語カスタニエ、カスタニエで、他どっかある？ロシア語カスタネ、カスタネ他どっかある？フィンランド語カスタニア、カスタニア、だいたいカスタニア、カスターニア、フランス語が近いんかな、多分くる言葉の語源はフランス語って言われてるから、シャテニア、カスタニア、カスタ、シャテニア、カスタニア、カスタニア、まあ近いよね。英語、さっき英語やったけどチェスナー、チェスナット、キャスタニュ、キャスナット、近いよね。大体ね、そういうね、欧米系は似た言葉やね、やっぱりね。で、日本は？栗。栗。全然違うよね。やっぱ島国って感じね。ちなみに、チャイニーズ。中国は何語や？広東語とかないんやね。中国語しかないね。リー。リー。クリー。リー。近いね。中国に近いやね、日本がね。ちなみに韓国語。アム。アム。栗食べるとき、アムって食べたら、栗って食べる。っていうことは結局、マロンとか言ったらめっちゃ恥ずかしいね。イタリア茶色のシュークリーム、間違いないか。茶色いもんな。マロン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 言うのかな？マロン。メロン。メロンかマロンか分からへんがな。マロン。日本でマロンって栗言うてるけど、栗じゃないみたい。うん。で、なんで、これ、マロングラッセやったんやんか。で、なんで日本でマロンが栗ってなったら、マロングラッセって、マロニエの実。要は今で言う、土地の木の実ね。土地の実。で、マロングラッセを作ったやつを日本人が、日本人じゃあそれがマロニエの実がなかったから栗で代用するようになったから、マロングラッセは栗で作られたもんやから、日本ではマロンが栗やと思われてるね。日本人が間違えてマロン言うとるけど、マロンっていうのは英語でも何語でもあらへんねんて。ちょっと面白いね。うん、ちょっと気になったこと調べるってすごい面白いね。みんなこれから栗のことマロンって言って恥ずかしいで、あっチャンネルをご覧の皆様、マロンって言わないように、栗は、キャスナッツ、英語圏で言うんだよ、キャスナッツ、イタリア語ではカスターニア、スペイン語ではカスターニアフランス語やったっけ、忘れた。フランス語やったらないんだけど、フランス語はちょっと待って、忘れたわ。
シャテニエ、ちょっとフランス語で言いたかったらシャテニエ、イタリア語で言ったらカスターニエって言った間違ってもマロンと言わないように何かいいの美味しかったよ、あのイタリアマロンのシュークリーム、イタリアの茶色のシュークリーム美味しかった、はい、イタリア産マロンってイタリア産の茶色って何やねんもう恥ずかしいね日本人、イタリア産、イタリア産の海をシャテニディタリー、フランス語ね、イタリア語でやっぱイタリアやからね、カスタニアダリタリア、カスタニアダリタリタリアベロかもわカスタニアダリイタリア、だからイタリア産の栗、産のイタリアで取れたっていうのがダリっていうんだよね。でカスタニア、カスタニアっていうのが、栗やから、ね、イタリア、イタリア栗のマロングラ、あ、シュークリームっていうんだったらもうイタリアカスタニアシュークリームシュークリームもイタリア語だからね、ビニエ、ビニエ、あのあっちゃん の, あの適当イタリア語講談、イタリアマロンのシュークリーム、こんな間違えたこと言った恥ずかしいから、イタリアカスタニアのビニエビニエビニエ、ちょっとこう粘らなあかん、イタリアカスタニアのビニエちょっと待ってこれ面白い、イタリア産栗のクレマディカスタニアリタリアナ、なんか変わったぞ、ビニエじゃなくクレマディカスタニアリタリアナ、クレマディカスタニアアレイタリニアイタリアナはい、なんかベロ噛みそうやけどもね、あのクレマディカスタニアアレイタリアナはい、あの粘ってください、あのあくまでも Google 翻訳なんでほんまかどうかわかりません、はい、適当なあちゃんのイタリア語講座の時間でした。違うがな、イタリアマロンのシュークリーム、もう恥ずかしいな、クレマディカスタニアアレイタリアナの紹介でした、美味しかったです、あの冗談抜きに味は美味しかったです、大人の甘さで、あのね、あのディロンっていう高級ラム酒が使われてるんだけど、あのラムの香りがほんのりして、ほんまにね、あのモンブランとかマロングラッセとかそんな感じの栗をクリームで食べてるようなシュークリーム、結構味はいい、これ98円でした、おこわで、もっと買ってきてよかったなっていうぐらい美味しい、ただイタリアマロンっていうのはちょっとね、まあイタリアとシュークリームはいいとしてね、マロンは恥ずかしい、せめてイタリアキャスナッツのシュークリームとか、イタリアカスタニアのシュークリーム、全然日本では通用しません、多分売れないでしょうはい、まあマロンっていうのは売れへんと思うけどね、まあでもマロンっていう言葉使うのやめていきましょう、恥ずかしいです、はい日本語やね、まあ恥ずかしい、日本語やねマロンって日本人造語、あのアイロンとか、なんだ、まあ、そんなもんみたいね、あの外来語、外来語ちゃうわ、分からへん、日本人が勝手に作った言葉です、しか間違えて覚えた言葉です、恥ずかしいね、だからアメリカじゃなくてアイアン、アイアン、鉄を一生懸命アイアン言うてるのに、それ見てアイロンかって思ってアイロンって名前つけたりとか、
あのワイシャツ、ワイシャツやな、ね、ワイスシャツ、白いシャツ、ワイスシャツって言ってるのに、日本人はワイシャツって聞いてワイシャツになってましたね。ラムネもそうやね、あれレモネード、レモネードつってアメリカ人やってるんですけど、日本人がラムネードって聞こえたみたいでラムネができたと、うん、っていう話らしいねんけどね、うん、さあ嘘か本当か信じるか信じないかはあなた次第です、はい、ということで、もう一回言うとこ、イタリアカスタニアのシュークリームもうシュークリームでいいや、うん、ビニエはい、何でもいいけどね、美味しかったです。はい、もう話が飛んでしもったね、あんまりもうね、イタリア語講座がバカらしすぎて、はい、ということで今日のあっちゃんのイタリア語講座、あ、違う違う、イタリアンカスターニアのシュークリーム、よかったよって思ってくれたら高評価を、で応援コメント、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。